日本代表は30日、カタールワールドカップの、あ、あ、二次予選で、モンゴル代表と対戦し14、例の対象、収めた。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつ、もどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、サコユーヤのハットトリックや伊藤淳也の2得点3、シストといった、海外組の活躍のみならず、イネサチと、 古橋徹青霧が2得点ずつ奪うなど、国内組の胴ぶりも目立った。その中で、一際存在を放っていたのが、先発で日本代表デビュー、飾った松原健だ。2014年以来の招集で初めて日本、表選手として、ピッチに立つチャンスを得た。原は、13分に、南野匠の先制ゴールをアシスト、だ。 その後も26分と33分に日本の3点目と4点目の木になると39分には鋭いクロスで相手のオン・ルを誘発後半には68分の稲垣のゴールにつっがるクロスを上げたのが松原だった後半はショなるタイムにもアーリークロスで朝卓磨のゴールをお膳立てしフル出場で2足とさらに間接的なものも含めれば 6得点に楽、大活躍だった。松原と同じリオデジャネーロは世代で、モンゴル戦に先発出場した、遠藤渡る。サイドバックも今はサイドオーバーラップするだけじゃなく、中に入ってきてプレーし、リ、所属クラブでもやっているのかなと。彼は、差をシンプルに出したと思うし、個人的には、糸口にできたのを嬉しく思いますと語った。よ、別代表でも共に戦った名優に、 J リーグでの超を示すことができた。選手交代に伴、システムが4、2、3、1から4、3、3に変更となった。半、中盤アンカー脇のスペースを埋める柔軟、ポジショニングも披露して、エンドをサポート。に積極的にボールに絡み、タッチ数はチーム、他の、112回を記録した。アウトサイドを縦にかけ、ガルだけでなく、時に、 セントラル MF のようなポ、ショニングで様々な局面に絡む形は、横浜海馬、ノスで近年取り組んできたもの。まさに所属、ラブで培った成長を、日本代表で体現したと、L。右サイドでコンビを組んだ伊藤も、松原、と話し合って、森安一、監督も言っているよう、どちらかが、サイドの幅を取れるようにや、いました。自分が幅を取っていた方が、 相手も、がっていたし、それで、剣が中に入って、新婦、に、パスを落としたり、ワンツーで行ったりし、シップルに縦に抜けて、クロスを上げたり、相手の、なことをできたかなと思いますと松原との、係に、手応えがあるようだ。やや内側に、ポジシシ、グを取る松原から、右サイドを一気に前進す、ための縦パスが出て、アウトサイドの伊藤が、速力で追いかけて、 チャンスにつなげる C は何度もあった。今日は剣が内側に入ってい、スタイルがハマっていたと、伊藤は、右サイド、区からの展開で、決定機を量産し、最大の恩を受けていたと言える。前半の3点目と4点目は、印的だ。今月25日の韓国代表戦では、1学年下の山、白井が、右サイドバックとして、日本代表。 デビを飾り、いきなり初ゴールを記録するセンショナルな活躍を見せていた。松原はそこ、らも刺激を受け、モンゴル代表戦には、日本代に来て、試合に出るのは、そう簡単なものでは、意図重々承知していまいしたけど、もう一試合や、ということなので、そこには何が何でもで、意図闘志を燃やしていた。7年ぶりに入った日、代表のベンチから日韓戦を見た上で、 自分、入った時に、どういうプレーができるかをずっと考えながら練習もしてきたので、もしも、流線に出るのであれば、自分が思い描いたも、を出していければいいかなと思いますと勝つ、のイメージもできていた。山根白井の場合は、タッキングサードまでしっかり上がっていて、ビルドアップもできてという感じでは、と思うんですけど、僕の場合はそこまで上が、よりは、 その前でパスを選択するのがどちらというと好きなので、そういうところを見ていただけたら嬉しいなと思います。モンゴル戦に松原は自分と山根の違いをこのように説していた。モンゴル戦ではまさに抜群のパス、ンスが発揮されていた。伊藤へのスルーパス、線の味方につける鋭い縦パスなど、多様なパを自在に蹴り分けて攻撃を加速させた。 持ち、自らアタッキングサードまで進出して血、メめクに直接関与する場面もあり、倉で経験してきた内側に絞るポジショニング、柔軟にこなした。松原は、坂井裕樹や室谷聖、山、とは全く違うタイプの右サイドバックとし、日本代表の新たなオプションになりうる大、な可能性を示したのではないだろうか。取材、文、船木渡る、良。 thank you